川柳型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる施設のことです。神戸市民153万人をベースとして、神戸港温泉連は県阪神地域初の施設として、大阪から三宮まで20分、無料シャトルバスで5分間の立地条件にあります。医療に温泉を利用している有馬温泉病院と提携していることが、利用者にとって安心のベースとなっております。温泉療養のための施設利用料は他の医療費と合算して計算します。ただし医療費控除の最高限度額は200万円です。それでは医療費控除の7つのステップを見ていきましょう。医師を訪ね相談する。温泉療養指示書を受け取る。認定施設を訪れる。認定施設で温泉療養を行う、はい、認定施設で領収書などを受け取る。医師を訪問し、温泉療養証明書と終了証明をもらう。税務署で確定申告をする。